はい、こんにちは、よりです。今日は春らんまん桜に誘われてというイベントのストーリーを見ていこうと思います。このね、 BGM が最高にいいですね。あのコナンの映画みたい、まあ、物によるだろうって感じだけど、まあそこは置いておこう。はい、じゃあプロローグからいきましょう。どういう話なのかは全く知らないんだよね。テニラビ始める前のイベントだったし気になりますね。はい、じゃあプロローグいきましょう。うんうん、大石と手塚だ。なんか手塚がメインっぽいんだよねっていうところだけは分かっているという、まあ見りゃ分かんだろ情報なんだけど。で、大石がね、なんか言ってますわ。最近暖かくなってきたし、もうすっかり春だな。あ、今の時期にぴったりじゃないですか。だから選んだんだけどさ。あ、言葉数少な。そうやな。お、銀さん、ほんまにうららかな日和や。こないな日には桜の下で花見をしたいもんやな。お、いいですね、いいこと言いますね。ええやん。お、金ちゃん、花見ええな。わいも桜の下でりょうさんたこ焼き食べたいわ。いいね、金ちゃんは花より団子感が強いんじゃないですかね。ナンバーワンじゃない。いや、谷氏には負けるかわからん。で、金ちゃんは花見でそうだね、花よりたこ焼き。楽しそうだけど近くに桜はなさそうだし。あ、ないの。へえ、時期的にもう散ってるんじゃないかな。え、そうなの。いや、山の桜は標高が高い分開花も遅れる。まだ咲いている桜もあるかもしれない。おお、そうなんだ。ってか詳しい。うん、そういや財前藩がこの辺りに遅咲きの桜がある言うとったわ。お、いいですね、いい情報ですね。あ、それワイも聞いたで。ほう、ほんでな、その桜にはなんだ妖精が住んどるんやって。え、財前そんなこと言う。妖精とか信じなさそうじゃん。あ、ほら死みたいな。あ、金ちゃんをからかって言ってんのかなはって感じだなこれいや、さすがにないよなって顔してんな。もう BGM からももう何言ってんだこいつみたいな感じで出るよ。せや、マジじゃん。そうね、金ちゃん面白かこつ言うばい。ドギャン妖精のおるとね。分からんけど、ちこくて羽生えとんのちゃう。ティンカーベル的なやつかな。ほう、羽か。本当におるなら神秘的ばい。本当におるならね。兄ちゃん、手塚の兄ちゃんは知っとる？知らんよ。いや、知らないななかなか趣のある話やな。銀さんは妖精の話は聞いてないんだ。財前から桜の話は聞いたけど妖精の話は聞いてないってことは、やっぱり金ちゃん騙されてるよ。お疲れした、解散解散ただの噂だとは思うけど。なんやと。噂ちゃうで、妖精はほんまにおるんや。なんでほんまって思えんの。そうか、実在するのであれば見てみたい気はするな実在するのであればね、前置き大事。さあ、じゃあ第一話見ていきましょう。ん、なんか探してるよ。おったおった、財前か。おい、お、財前じゃねえ。あ、え、財前はいるんだな、この場に。とりあえず聞いたで。何ですかお前が変な噂流すからだぞ。なあ、桜には妖精が住んどるんやって。ああ、ああ、もう、うん、金太郎派に教えてあげたそうやな。ああ、その話ですかお前のせいだからな、こんな大事になってんの。なるほどな。財前も妖精とか信じるお年頃なんやな。一個しか変わんねえだろうが。はあ、やっちゃいますけど信じてない。あれおもろいやん。ええー、ねん、強がらんで。おるんちゃう妖精。いじってるいじってるいじってるよ。だからそのにやけた顔やめてもらえます。普通にネットで見つけただけですわ。ブログに載せよう思ってたんですよ。ねえ、妖精おらへんの。あ、え、おるっていう話じゃなかったんか。いやいや、普通におらんやろ。嘘やしょんぼりしてる。なんでや、
わい、妖精と一緒に桜の下でたこ焼き食べるつもりやったのに、いるとしてなんで会えると思ってたんだ。で、なんで一緒にたこ焼き食べれると思ってたんだ。ああ。言うとくけど、そんな可愛いもんちゃうで。え？うん。どないな妖精なんや。桜に近づいたらいたずらしてくるらしいっすわ。ほーん、じゃあ銀ちゃんみたいなやつかな。なんやって？え、妖精って悪いやつなん？いたずらって何するんや？何すんだ？うわあ！まさかタコの入ってへんたこ焼きをワイルに食わせたりするん？なんでたこ焼き？一旦たこ焼き頭から離しなさい。金ちゃん。ああ。一旦たこ焼きから離れようか。せっかくの桜やのに、そないな噂は嫌やわ。もっとこう、もっとこう。桜の下で愛を誓ったものは永遠に結ばれるみたいな、ドキドキするんやったらええのに。あー、まあね、伝説の桜の木みたいなね、学校に一個あったりするみたいな。そうやな。せやな、そないな噂やったらみんな幸せになれそうや。あー、なんだ、財前信じてねえじゃねえかよ。ダメだよ、自分が信じてもないネットの情報をベラベラ他人に喋っちゃ。さあ、じゃあ第2話見ていきましょう。お、勇士だ。出てくると思わなかった。つうか手塚以外誰が出てくるのか全く知らねえ。やっぱり春は恋の季節。いやな。はぁ。こんな男しかいねえ合宿所でよくそんなこと言えんな。さすがだわ。たく。本当だよな、ガクト。いきなりなんだよ。本当にな。ん？知らんのか、桜の噂や。桜の下で愛を誓った二人は永遠に結ばれるっちゅうやつやねんけど。お？小春ちゃんみたいなこと言うじゃん。ん？アトベだ。おしたりがよく読んでる本に出てきそうな内容じゃねえの。おー、恋愛小説を読んでたからそういう発想になるんだろうな。こんな男しかいねえ環境なのに。うん。あ、恋愛小説な。お前は読まなさそうだな。どうや？ロマンチックやろ。ほうほけきょう。ほうほけきょう。ほう。あ、え、勇士。そうなん。特攻キャラっつうか、報酬キャラっつうか。ピックアップされてたんだね。へえ。てか鳥妙にリアルじゃない。そんなことない、気のせい。うぐいすか、えらい綺麗な鳴き声やな。ああ、フルート独奏を思わせるさえずりだぜ。そうなの？へえ。羽もすげえ。羽にしか興味ないんかこいつ。羽もすげえ綺麗じゃねえか。せやな。もしかしたらこのウグイスも恋が実る桜を探しとるかもしらへんな。いやー、ロマンチック。なんてロマンチックなことを言うんだ。へえ。おお、日吉出てくるんか。あ、そう。まあでも妖精とかそういう摩訶不思議な話には首を突っ込みたいかもしれないな。恋が実るですか、そんな噂もあるんですね。なんか調子悪いな、最近やってなかったからな。なんや、他にもあるんか。はい、俺が聞いたのは桜には妖精が取り付いているという噂です。ん？え？あれ、妖怪？妖精って言ってなかった？妖精って言うのかな。だ、え、ちょちょちょ、あ、妖怪だ。あれ？妖怪？いや、俺も全く油断してたわ。バカバカしい、んなもんいるわけねえって。カバジ、どうしたの？うわっ。そいつは妖怪じゃねえよ。びっくりした。カバジか。いや、妖怪みたいなガタイしてるけど。うし。寝てる。起きて。ほう。ジローを見つけてきたか。よくやった、カバジ。ああ。うし。ん？これは、なんだ？アトベ。どうないしたんや。うん。ジローの髪にこいつがついていた。あ？桜の花びら。ほう。
これってまさか本当に桜が近くにあるってことですかね。どうなんやろな、わからへんけど、ただの噂っちゅうわけやなさそうやわ。はあ、日吉出てきたな、意外だったな。言っちゃ悪いけど桜とかあんま似合わなそうじゃん。さあ、じゃあ第3話ですね。お、ゆうたくん、なんかいっぱい出てくんな。あれ、お、ふじくん、お、みずきもいるじゃん。これはまずいぞ。ゆうた、どうかした？何か考え事かい？ゆうたくん。おや、ゆうたくん、悩みがあるのなら僕に。うん、いや、そういうわけじゃないんです。ほう、うん、実はさっき変な噂を聞いて。あ、妖怪の噂？ああ、もしかして桜の話、妖怪が取り付いてるんだってね。ああ、そっち側だ。妖精が恋を実らせるとかそういう話じゃないわ。ん、兄貴も聞いたのか。すげえ不気味だよな。ああ、不気味だね。そうだ、面白そうだから一緒に真相を確かめに行ってみようか。やめときなよ、このあ、本当だよね。なんでだよ、行くなら兄貴一人で行けよ。まったくバカバカしい、妖怪なんているわけがないでしょう。お前鬼じゃん。そうだね。お、千歳じゃない、戦国。そうそう、心配しなくても大丈夫だよ、藤弟くんっていう呼び方やばくね大丈夫大丈夫、切れてない。桜に取り付いているのは妖怪じゃなくて可愛い女の子の妖精らしいから。え、じゃあ藤くんと一緒に行ってきなよ。え、そうなんですか。あれ、切れてない。やだっさ。うん、俺の聞いた話ではそうらしいよ。どっちなんだ。お、興味あるんすか。阿久津、阿久津も今から風呂？うるせえ何言っても怒られる。そうだ、阿久津は何か噂とか聞いてない？うぜえ会話になんねんだよなこいつな。興味ねえよ。うん、ありゃ残念。はあ、桜の木じゃなくて栗の木の話ならもうちょっと興味を持ってくれたのかな。なんで、あ、モンブランだから。ん遠いよ。なんで栗の木？いや、だって阿久津の好物はモンブラン。ぶっ飛ばすぞドタマ勝ちわんぞ。戦国、戦国って呼んでたか。まあでも名前で呼ぶやつ多分いねえよな。メンゴ、メンゴ、メンゴは舐めてんな。はあ、妖精も妖怪も変わりませんよ、どちらも非科学的です。でも協定の人たちが桜の花びらを見つけたって話してましたよ。そうだね。そんなことで開眼すんな。噂はともかく遅咲きの桜があるのは本当かもしれないね。あ、閉じた。ああ、早く閉じた方がいい。うん、安売りしない方がいい、開眼。